あどうも皆さんえは、ー、じめましてまあ初めてお会いする人もいるでしょうからねはじめまして日頃から会ってる人こんにちは朝起きたばっかりの人おはようございます夜のお仕事の人こんばんはねはいそれでは本日はねこれですよちょっと待ってね はい、司法試験の司法試験の講座ではありませんあ、でもねこれあれですよ司法試験受ける人にもいいかもしれないあの選択科目対策講座としてねはいえー、宮口聡の便利試験に役立つ司法試験知材えー、過去問解説講座と10年分ですよそれでねちょっと驚くべきあれがあるんですけどねこの あの小試験との関連性ねすすごいですよまずねちょっといいですか平成24年もうどんずばりですわちょっと今からね検証していきたいと思いますほらなんと小試験ででが出たんですよそうしたところが便利試験の「特実2」で「製パン機事件ねあ,のあるいはあれでもいいよ多関節搬送装置事件でもいいんだけど。 ずばり的中ですはいで次「選手要券とあのこれ黄色で抜いて」「移転請求」が出題されたと思ったらなんと同じ年の特実通で選手要券と移転請求が出題されてます嘘なしですええー、そして次インクタンク事件が平成26年出たと思いきやあー26年出ましたほらすごくねこれね 実は二うう関関うう24年からもうどんずばりですわところがねちょっと2十うんとね7年ぐらいかちょっと冬の時代が始まりましてねうんとはいえとはいえですよ26年その日は出なかったんですがあその年はあなんと PBP クレーム2年後に出ましたほらプラバスタチン事件ね えー、チームバチスタじゃありませんよプラバスタチン事件ですからねあるいはあのメルセデス・ベンツの高級チューニングメー,タメーカーのブラバスでもありませんよ、ね、はいでえー、っと27年えー、っとこれはですねあのあ1年遅れで出てますねあ保証金悪意バージョン悪意バージョンですよしかもマニアックなことにそれが的中してるというね ちょっとね悪意バージョンのイメージを出すためにはいそしてなんちゅってもね「均等論」と「定、え、性、ー、の最高弁」ね「均等運」じゃないですよねえあのー、なんだっけ孫悟空に出てくる「均等運」じゃありませんからね「はい、均等論」と「定性の最高弁」ああねえ これズバリですわそして平成29年ウォーキングビーム事件ね寒いよ父さんウォーキング即時客観忍耐表でおなじみのねウォーキングビーム事件えー、これが2年遅れで出てますわああ向こうの公便これ青で塗ろうかなだから別に向こうの公便は的中しなくてもねなんか常になんか出そうな気がしてますけどねまあ一応あの 青で塗っていきますけど向こうの神戸のイメージカラーであるはいでなんと去年サムスンアップル事件が出てるんですがなんと便利試験でもサムスンアップルでこれ何色で塗ろうかなあの間接侵害の精進論なんですよねだからちょっとねオレンジのイメージカラーがいいかなオレンジがああ すごくないで少子圏の知財やってるといいんですよただもう本当ねハイレベルあああのー、奥が深いです一筋縄じゃいけませんああねであのー、全部で10回ぐらいあるあの10回じゃねえわ10年分ねうん。 スケジュールこんな感じでいからでだいたい各2時間ってなってますけどねあのー、ちょっと難しい問題は2時間半とかちょっと3時間ぐらいののもあったかなちょっとね難しい回は解説時間がちょっと長めになってますからねその点はご了承くださいねえー、2時間未満で終わってる回はないと思いますはいでまあ値段は程よい感じで3万3,000やな あまあ同情同情と同じぐらいの値段かなうんそうやねあとは、えー、割引はちょっとねこれないですわあとねこれちょっと見づらいなちょっと待っていつまで聞けるか9月30までちょっと見えますかね、えー、9月30日木曜日まで、えー、配信 可能です、うん、ということかなのでまあそれを見越して、えー、申し込んでくださいってことでしょうね。9月30今5月やから56789。6 5 6 7 8 9 ま45、あ、か4 5ヶ月ぐらいは視聴できるね、うん、そうそうそんな感じよねいやあ少子圏ねほんとねあれですよ皆さんちょっとじゃあせっかくやからねどれか行ってみようか、うん、まあ平成24年から行くわけやから平成24年別に見てもいいと思うんだけどねうん こんな感じの問題ですわちょっと授業でも色を塗ったらねほら平成24年、ね、ああちょっと見てみようかあ A はあ充電式でない電池、えー、使い捨て電池を充電する方法の集めね充電式ではない電池ちょっとこれは黒なんだらインがいいかな充電式ではないまあつまり使い捨て,て電池 を充電する方法の発明本件発明について特許算をして、まあ、特許権を有してるんだね。で本件発明にようと電圧が低下した使い捨て電池を充電して繰り返し使用することができると。すごいね便利やね使い捨て電池を復活させる技術だね。うん、まあ俺の特徴団体でこうやって蛍光ペンを使うんですよ。ああ で蛍光ペンはね基本的に7色あるといいぜうんちょっと見せますけど蛍光ペン俺のねほら宮口講師用蛍光ペンっちゅうなんでほら,ほら宮口講師ねちょっと髪がひん曲がっとるけどねうんでほらねすぐやろ蛍光ペンセットですわ なぜか知らないけど青汁もあるんだよねほらであとはそうですねなぜかわさびも入ってるよわさびも入ってるしねなんか手裏剣みたいなやつも入ってるよはいということでね7色あるテよ、7色のフィナーレねはい よいしょはい、えー、続けてメーカー B は新型の充電器 B 製品を開発したと。ああで B 製品はあの充電式充電式とそうでない,使いこれ使い捨て電池の方があ,あ,のあれ 赤で書くことがい,いかもね使い捨て電池ああであの充,充電式はねあの別に珍しくもなんともないというかそうでしょあの充電するための電池はね使い捨て電池を充電するっていうところがすごいよね本件発明はいであのメーカー B はねどっちもいいってなっちゃうんよああ ということう充電式電池にも使えるっていうことであの要するに「他の用途あり」ってことやあるやろ「他の用途あり」で何が言えるのこれ「他の用途がある」ってうことで、まあ、つまり「飲み品ではない」と。ということを示唆してるんだよな。うん、まあそんな感じで教えていくから俺はね ちょっと邪魔ね飲み品ではない。ということは101乗101乗4号ではないということだよねうん飲み品ではないということは。うん悪いやろねでお客さんはその選択できる充電機能電池の種類に応じて。 ああ電池の種類に応じて選択できると B メーカー B はねだから原告被告みたいなもんやろで説問 1B は日本国内外国市場を施行してよあの各国仕様ごとに生産工程を分けて B 製品を製造し外国内市場の B 製品を国内で販売しもうこの辺からやっぱね難しいよね あ,あ、なんか単純な切っ方はしてないですよ。なんか日本国内市場と外国市場とかね。な,なんかその倍分けして倍分けしてみたいな、こう四通りにこう分けて考えるというか。これはなかなかね、便利試験よりはハイレベルな切っ方をしてるなという感じなんですね、うん。で、外国市場の B. 製品を外国に輸出している。 で一番聞きたいところをね赤の四角で直接事項で囲っているんですよ。A はねピンク原告ですよ。B に対し被告やね本件発明の特許権に基づいて B 製品の製造販売輸出の確保につき差し止め請求をすることができるか。うん、でなお B 製品はあ家庭内での使用を予定した装置であるものとすると。 また A は外国において特許権を有していないとねいやこれね難しいと思いませんか製造販売輸入うん何となくわかりませんあ国内国内市場向けはあ 国内市場と外国市場をね施、えー、行してあの製造し国内使用は国内で販売し外国使用は外国に輸出していると、うん。これ難しいよ。うん、まああのね飲み品の輸出は。 あ,あの飲み飲み品ではないねこれねあの課題解決に不可欠な可能性はあるから5号の可能性はあるんですよ悪101条4号ではないけど5号の可能性はあるからねああであとは そのまずその,の飲み品とか課題解決不可欠品をね輸出する行為って101条の15253545565見てもどれにも書いてないんだよだから輸出は全然進言にならないで、えー、あの B 製品の,その日本国内での販売これはどうよこれは進言になるわな えー、製造もそうだけど要するに国内市場向けの製造販売は101五5号ですわでもよあの輸出向けの製造はどうやろうか輸出向けの製造ね、うん、これはある判例がありますよねだから判例製パン機事件、えー、それから多関節搬送装置事件 まあそういう判例からすると、えー、輸出を前提とした製造販売というのはあ輸,出をせ輸出を前提とした製造というのはねこれは間接侵害整理しない、ね、国内で日本国内で使用することが前提だから、うん、そこで間接侵害成立の前提として直接侵害が の成立が必要かそれとも不要かっていうね、いわゆる独立説従属説の論点があるんですよで、そこにおいては従属説的な見解を取るのが良しとされてます従属説というのは間接侵害の前提として直接侵害の成立が必要だという考え方ですねそうするともともとその課題解決に不可欠なものを輸出しても 侵害は整理しないんだらその前提となる行為がその予備的な行為があ侵害にならないのは当たり前やね例えば殺人殺人罪が成立すると殺人予備罪も成立しますよお膳立てをした人がでも殺人罪が成立しないと殺人予備罪も成立しないその理屈と同じだねええー、はいということでそういう感じで進めていくからね難しい問題もこういうふうにこうじっくりとね 解説できるんで。あの奥が深い問題だから、まあ、やはり。一時間につき、えー、あ、一問につき一時間以上の解説をすることで。まあ、皆さんがついて。これるように。私も努力していきますから。ね。まあ、今分かったように、蛍光ペンをとにかく、七色用意しておいてくれよ。ね。あ、これ、俺、七色使ってるじゃん、これ、よく考えたら。ね。ちょっと、ほら。一二三四五。 6 7ね、オレンジ黄色ピンク赤紫、えー、っと緑青ね1234567おお7色使っとるわはいということで皆さんね大体、えー、もう言いたいことは言い尽くしましたんで頑張っていこうよで論文対策講座ならねはい きょ、えー、去,去年これ去年もやってたんだけど去年取った人はね本当あのあなんか司法試験チックな便利試験だったんで論文が本当役に立ちましたという声がね多かったですよはいじゃあ今日はこの辺で、えー、終わりたいと思いますはい宮口聡の便利試験に、えー、役に立つ小試験知的財産法各問解説講座のあプロモーションビデオでした。 それではどうもお疲れさまでした。はい。